皆さんこんにちは。アクアショップわさび三つ草チャンネルをご覧いただきありがとうございます。今回はわさび Q&A シリーズ番外編ということで、いつもご来店いただいているお客様や YouTube 見ていただいている方から特に多いご質問についてお答えいたします。それが今から水草水槽初めてスタートしてみたいんだけれど、いきなり専門店に行くのがちょっと敷居が高いとか、わさびさんみたいな専門店に行くのがちょっと怖いとか、そういったお声非常に多くいただきました。そこで今回はその点についてご説明をしていきたいと思います。まあ、その回答なんですけども、そういった初めて水草水槽にチャレンジされるという方ほど当店にお越しください。で、当店のように本当に水草レイアウト水槽に特化したお店というのが、どちらかというと中級者、上級者とか、あるいはコンテストに参加されているようなエキスパートの方向けのショップって思われている方もたくさんいらっしゃるかと思うんですけども、当店アクアショップわさびはそうではなくて、初めて水草水槽を立ち上げされる方が失敗なく綺麗な水草レイアウト水槽を作れるようにサポートさせていただくお店っていうイメージを持っていただければ非常にありがたいです。なので今回そういった初心者の方を応援する意味で新しいサポートパックをリリースいたしました。それがわさび水草水槽設備一式購入立ち上げフルサポートパックというものです。非常にね長いんですけども、まあ、簡単に言いますと、これから水草水槽を始める方が当店で水草水槽に必要な機材一式ご購入いただいた方には水槽立ち上げに際してフルサポートいたしますという内容になっております。なので例えばこれから水槽を始めたいけれど、どんな機材を選べばいいのかよくわからないといった方、あるいは機材一式購入した後に何か困ったことがあった時サポートを受けたい方、あるいは ADA 設備で一式すべて揃えたいけれど予算を極力抑えたい方、これらの方々にとって今回のサポートパック非常にお役に立てるかもしれません。まず一つ目のどんな機材を買えばいいのかよくわからない、これについてはですね、水草水槽というのは本当にいろんなシステムが複合的に組み合わせてシステムを組んでいくので非常に初心者の方にとっては分かりにくいです。そのため当店ではお客様がイメージされるこんな水系やりたいなとかこんな水草育てたいなっていうのをおっしゃっていただくだけでそれにマッチした機材を選ばせていただきます。これについては本当に難しい知識とかなく、もうイメージだけを伝えていただければ、それを実現するための機材の組み合わせをご提案いたします。次に二つ目の購入後にサポートを受けたい方、これについてなんですけども、水草水槽というのは設備を一式購入して、はい終わりではありません。やはり設備をセッティングして水草を植えて、水草が綺麗に育って、そしてかっこいい水系ができるところまでで初めてこの趣味が成功したと言えるのではないでしょうか。そのため当店では機材購入後も打って終わりではなくて、水草を植えた後でも植物がなかなか思ったように綺麗に育ってくれないとか、苔が出て困っているとか、そういったトラブルがあった時にメールにてご対応いたします。その都度対策を打てます。なのでリカバリーできますので、水草水槽が失敗するリスクというのを大幅に軽減することが可能となります。そして3つ目、 ADA 設備で一式揃えたいけれど、まあ、極力予算を抑えたい方、これについてはですね、当店で ADA 製品で設備一式ご購入の方には特別割引を適用いたします。こちらのサポートパックにつきましては、営業時間外に一組様ずつ個別対応、貸し切り対応となりますので、事前予約をお願いいたします。諸費用につきましては別途有償となります。で、こちらのサービス詳細につきましては、すべてお話しするとちょっとこれ長くなりすぎますので、こちらのサービスもし何かご不明な点等ございましたら、メールにてお答えいたします。で、水草レイアウト水槽というのは始めるときに非常に大きなコストがかかってしまうんですけども、一番もったいないのが間違った機材を買ってしまうことですね。こうなると水草がきれいに育たなくて新しい機材に買い替えないけどうまくいかないということになって二重でお金がかかってしまいます。また立ち上げにつきましても誤った方法でやってしまいますとものすごく遠回りしてしまったりとか、もう最悪な場合はもう苔だらけになって失敗してしまったりとか、まあ、そういったことになりますので、ぜひ当店のこちらのフルサポートパックご利用いただければ初心者の方でも失敗を大幅に減らして綺麗な水槽を最短で作れるのではないかと思います。また当店の立ち上げのやり方わさび式でやっていただくと、今こちらの YouTube チャンネルで公開しているノウハウ非常に効率的にスピーディーに問題解決ができます。
やはりいろんな立ち上げ方を混ぜこぜにこう実践しちゃうと、なかなか効果が出ないとか、最悪逆効果で失敗してしまったっていうね、お声も過去にたくさんいただいてますので、今回のこちらのサービスをご利用いただいて、わさび式での立ち上げ方というのをやっていただければ、当店の YouTube 動画で公開しているノウハウも、合わせてこう見ていただくと一貫性があって、とても効率よく問題点を解決することが可能となります。水草レイアウト水槽を立ち上げたいという方はぜひこちらのサービスご検討いただければ幸いです。では今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。